始まりました。今回はですね、一人相方がいないんですけど、一人でこちらをね、激辛ハバネロなんちゃらっていうのをね、ピラフですねを普通に食べようと思うんですが、またこちらを使って、また食べてみたいと思います。こいつは3回目ですね。いや1回普通に食べてそれ行こうから、かけてちょっと舌を狂わせようと思います。なるほどね。なんかほんのりじゃないな、普通に辛さが伝わってきます、このピラフは。がしかしもっと辛くしますね。こっからいきますよ。まあちょっとずつね、ちょっとずつじゃないよこれ。もうかけないとだって食べないよ。そうだね、一回かけてみます。一回ね、辛さを前にちょっとケチャップにかけてね、はい、ケチャップです、ケチャップです。かけました。今からそいつを食べます。はい、いただきます。あれ、あー、これがね、あやばいやばいやばい、スプーンについてるやつね、いっちゃったから。おい、なんでこんなかけたんだ、食べねえよもう。うわ、めちゃくちゃカレー、いやー、これマジでクソカレー、やばい、ちょっとトイレ行ってこない。今からちょっと内緒でね、増量ね、もうこれ相手でもフラグわざとなんか言ってんのかなっていうぐらい、ね、食べたんちゃうか、ね、下がまひるほどこれは辛いです。デスソースです。何回も言いますがデスソースです。でちなみにこのかけたソースはデスソースです。いや、かけすぎだよこれ。やらない方が良かったですね。うん、やらない方がやばい、マジでやらない方が良かった。誰だ、持ってきたやつだ。これは食えねえよ、落ちとかないもんねこれ。うん、ないよ。炭酸のがいい。炭酸、うん、これいい。うん、いいよ。なんであいつデスソースなんか持ってきたんだろうね。正直なんでこいつ持ってきたんだよって思いました。うん、炭酸いいね。炭酸いい。あ、いいね。炭酸めっちゃ効くじゃん。今なんか治ったね。俺も治った。治っちゃったよ。治っちゃったよ。うん、これ。これ行ってみ。治った治った。治ったよね。すげえ。すげえこれ。良い子のみんなは真似しないようにね。